今日ですか、楽しみですね、試合が。食べそうですね。余裕ですね。はい、はい、ちょっとまた後ほど。わかりました、お願いします。いや、もう仕上がってますね。かなりバチバチいけますか。どう、ビニー、調子は。調子はバッチリだよ。バッチリだよ、もちろん。バッチリじゃなんか来てないっしょ。バックレですよ。頑張ってください。仕事は勝つことだね。それが仕事。かっこいい。私はよく眠れました。大丈夫です。いけそうっすね。いけると思います、みんな。はい、まあ、ビニシウスが一番キーマンかな。ああ、はい、そこが勝てば確実かなっていう感じですね。調子は？あ、でも昨日めっちゃ食って、回復したんで調子はめっちゃいいですね。で、結構寝たんで。あ、いいですか。はい、徐々にやっとかんと。京介さん、おはようございます。どうですか、仕上がり。もう二日目でやばいっす。余裕っす。まず昨日飲みすぎたっす。やばい、朝までテキーラガンガンっす。うわ、散歩してたら、いろんな人に捕まっちゃって、明日頑張って、でテキーラ乾杯っす。やばかった、やばいっす。おだーす。よろしくお願いします。お願いします。今日一日経過時間密着しますんで、はい、よろしくお願いします。かっこよく撮ってください。おはようございます。お願いします。よろしくお願いします。今日仕上がりはどうですか。はい、もうバッチリですね。今あともやるだけなんで、しっかり勝ってこの後楽しみたいと思います。お願いします。みんな見せてね、大宮。今日大宮の喧嘩自慢で密着させていただきますので。あ、はい。コンディションとか今日いかが。コンディション絶好調です。あ、絶好調。はい、じゃあ試合期待しております。はい、よろしくお願いします。お願いします。山田さん、おはようございます。おはようございます。どうですか、選手の水に仕上がりどうですか。仕上がり、多分練習とかしないと思うんで、本当みんな喧嘩しかやってこないんで、まあ仕上がりもないもないんじゃないですか。わかりました。よろしくお願いします。お願いします。まず先に、そうですね、19日に、まあ、朝倉さんとヤーマンが戦って、もうそこで自分でも埼玉対豊橋だと思って、でもしっかり勝ってたんで、あ、もうこれ負けられないわって本当にさらに思いましたし、しっかりヤーマンもバチバチのもう殴り合いで勝てたんで、本当に自分も負けないぐらいバチバチのなんか殴り合いしたいなと思いましたし、もう本当に同い年として本当につなげてくれたんで、ヤーマンが絶対負けないですね。まあ、ヤーマン軍ですよね。そうですね。向こうはちょっと、はい、気合入ってヤーマン軍、まあ、士気も上がってるはずなので、はい、ヤーマンが、はい、勢いはちょっとありそうな感じなんです。そうですね、多分片隅にみんな思ってるはずなんで勝ちたいっていう。結構下馬評だと思って、ほぼほぼ宮島さんが、はい、言うのが、まあ、SNS だったりとか、はい、まあまあそれだけ、まあみんなが注目してるってことで、まあビッグカードなんでもらっちゃってって感じですね。まあそういうやつこそ勝っちゃうっていうのが出馬表じゃないですか、やっぱり。練習とかはどうですか、やってきた感じですか。まあなんか減量すんのに、体重落とすのに走ったぐらいですね。あ、じゃあなんか試合を想定したいわゆる格闘技的な練習みたいなこととかは別に。別にやってないです、全然。京介さん、今日二日酔いらしくて。嘘っすよね。向こうのスタッフに聞いたら二日酔いで来て、今日はみたいな感じになったらしい。いや、もう担当直入に舐めすぎ。お前シェフの状態でもぶっ倒れるのに酒入って倒れたらマジ死ぬよ。朝だし飲んできて。マジで嘘っすよね。本当にそうです。絶対嘘っすよ。コメント怒ってますよ。しかも練習してないって言ったらしちゃう。マジっすか。もう今日痛い目合わします、マジで。本当にマジでちょっと分からしたら痛いし。そうっすね、分からします。なんか向こうのスタッフに聞いたんですけど、はい、あんまり練習してないらしくて。そうなの。じゃあ負けるね。うん、練習してなかったら負けるわ。
真面目にやってないから、ちゃんと練習してたらあれですよ。なんか全然チェックしてないって言ってました。あ、じゃあ別にあっちの問題、練習してないのが悪い。本当に勝ちたかったら練習してる、ちゃんとしてる、ね、いや練習してないってことは 遊びに来てる、うん、真面目に、真面目じゃない。そうです、ただ来ただけですよ、うん、ただ来ただけ。じゃあ俺が勝つ、それだけ。その違い、真面目にちゃんとやってる人と、ね、遊びに来てるだけの人、全然違う。なんだよ、練習喧嘩しまうんだぞ、こっちはバカ野郎。あ、もう撮ってるの？撮ってるの？そうなんすね。お前、うちの兄貴なめんなよ、このハゲっつって。お前、ビンタさせたこと、ビンタしたこと後悔させたったんだ、お前。全くこっち見てねえから、動画も。そう、試合の、予選の時のしか見てないんで、別に特に見返したりしてないんで。なんか向こうからしたら、なんかちょっと余裕かもみたいな、ポールさん言ってたみたいな噂があったんですけど。余裕かもって昨日の記者会見であいつ付きのもう2人持ってったけどな。俺余裕かね。お祭りっすよ。いいっすね。血祭りってやつ。血祭り。なんか相手の印象どうですか？相手はもう喧嘩しかしたことないような、まあ、ストリートファイターなんでしょうけど、まあそういう面でアーティスティックな KO で飾ろうかなと思ってるんでバッチリっすよ。仕上がりいいですか？仕上がりもバッチリです。強く、あ、いいですね。なんだったら今回のこの出場、入場、試合終わりまでがもう次の11 の大阪戦に向けての練習かなと思ってます。なんならでもあれやろ、例えばこう引くとやるやん。まあ、みんなでもね、結構勝つ気満々なんでやってくれるんじゃないかなって本当思ってます。てかもう勝ってもらわないとね。そうです、まあ、僕のね戦いでもあるんで、やっぱり、うん、監督同士です。まあ、まずね、先手の1勝目取りたいですね、はい、このブレイキングダウンは格闘技をやったらダメだなと思って、だから変なアドバイスとかしたら逆に良くないなと思って、だからもうほんと殴り合ってこうしか言ってないです。周り見えなくなっていいんで、声も聞こえなくなっていいんで、もう1分間出し切ることだけを考えればいいんじゃないですか。そうですね、まあ、僕の今回試合もあるんであんまり一緒に練習できてはないんですけど、とりあえずあの相手の豊橋の選手の映像は見て分析はしてるんで、まあ、あの勝ちに近づける作戦みたいなのはいろいろ考えてるんで、多分言ったことをこうできる選手たちばっかなので期待大だと思います。もしこいつ手出してこないなと思ったら思いっきり当てに行かないでどっか散らしてあげる。ちょっと1分しかないからどんな当たって、あ、いいの当たったなと思っても、あの逆に攻めすぎないっていうのも大事だからね。そう気をつけて、相手パンチあるからほんまに、うん、距離が短くなると。そう短くなったらダメよ絶対。そうあとノーガードダメや、ノーガードは絶対ダメで、あ、そんな弱くないから次は。そうで練習してない、ちゃんと。こっちは真面目にやってる、絶対勝つ。何だかんだやってるで、あいつも絶対相手、まあ、そんなやってないと思うけど、僕よりはやってない、僕よりは頑張ってない。よしよし、気合入れろ、気合。よし、いいね、頑張るぞ、応援、頑張れ、頑張れ。あとにつなげるんで、西田さん。じゃあ、忘れ物やったら言いましょう。違和感ないですか？はい、はい、とりあえず島だから、切れます。エンジンかけてもらって、僕らに。もうプレッシャーやで、これ。そうだね、一発目なんですよ。でもいいね、いい感じで今緊張してるんで、もっとプレッシャーかけようかな。
じゃあマジでお前、マジでお前、お前負けたらどうする、負けたらどうする、な、言うてみればな、前も負けて今回も負けるから、そう、どうする、どうする、一回自分で覚悟見せろよ、覚悟見せろ、何するだ、マジで私は頭丸めます、え、頭丸めます、山ちゃんそう言ってないかもしれない、山ちゃんそうって千年以下一緒なんよ、それ2番選手、あ、じゃあここだけの、いや、絶対やる、何でいいか、じゃあジャブ、絶対もうジャブ、絶対で、はい、まあ言うても1分だけなんでね、もう1分じゃ、全然1分だけだしな、1分の勝てる喧嘩をしに行くんだよ、自分が余裕、お前ほんと緊張しん、緊張せん、終わった後の方が緊張するわ、終わってもし負けた時は緊張する、だって勝つと思ってやり行くんでしょ、そうだよ、じゃあ怖くないよ、今日アフターパーティーだよ、うん、アフターパーティーはもうみんなでもう分かるぞマジお祭りしていくんで、今日は全力で楽しみます、なんでディレクト俺が見える、俺が緊張してるとすぐ止まる、ね、あとブレイキングダウン2回戦目始めるから、ね、頑張るよ、つなげっかいきましょう、絶対つなげっかって、いよいよです、本も大宮で見せますんで、やるだけです、すごい話だもんな、ね、2ヶ月で豊橋行くから埼玉だぜ、暑すぎだろ、暑いよ、ほんとだ、ほんと2ヶ月ですからね、暑いよ、変な感じしてきますからね、暑すぎる感じしてきます、よっしゃ、自分を成り上がせるためには相手を食って自分が上がるしかない、ぶっ殺せ、ぶっ殺せ、よっしゃ、剣国やってますか、剣国やってるよ、面白いんだよなこれ、めっちゃおもろいっす、うわ、剣国やってます、今剣国やってます、僕も楽しみにやってます、剣国を楽しみましょう、みんなもやってくれ、どう、久しぶりに一緒にゲームやる、いや、一人でぜひインストールしてみてください、柴田隆一選手の入場です、どうも、柴田距離近いぞ、柴田距離が近い、柴田、相手を見て、相手を見て、キャスケさん、相手を見て、柴田お前負けとるぞ、今行くんだぞ、距離行け、行け、柴田行け、全部全部行け、柴田全部行け、柴田全部、柴田行け、殴れ柴田、殴れ柴田、殴れ柴田、蹴りいら、蹴りいら、殴れ、殴れ、行け、行け、ないだろ、行け、オッケー、オッケー、行け、行け、行け、ナイス、ナイス、これを判定に以上、6回目を指して勝者、キャーステー、大宮いけるかんね、いけるー、行っちゃうよねー、絶対いける。
いけるよ、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 おい、股間股間今、バレカ戻したぞ、いけるよ、おい、ブレイクの後やろうが、おい、後やで、ブレイクの、金的？いや、ブレイクかかってるのに破っちゃったっす。反則もかもしれません。反則のせい。膝気をつけて。絶対来るから膝。林さん気合い入れてください。はい。絶対膝来るから。取れない。取れない。取れない。行ける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 。取れない。行ける。取れない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 。何しとんやろな、おめえ長州犯やろうか、これ。おい、と審判はどういうことだ、俺。いやいやいや、反則はそうだ。反則しかやってないじゃん。何そいつ。これいかんぞ。反則だぞ。メガさん、メガさん、一回行きましょう。ドクター、ドクター、ダウン後の速くとブレイクしてやっちゃうのだけは違いますよ。一回冷静になって、これはもう 100% こっちがある。もったいない、勝ててるから。落ち着け、落ち着け、無理だろうね。いや、謝りますありました。そのためダウンを取り消します。ダウンを取り消して、試合を続行しますが、青コーナーの選手のダメージを回復します。ダメージ回復せんやろ。ちょっと待ってください。2回目ですからね。しかも2回目だから、まあ、来たもっと暴走じゃない、変ってことか。サラリーマン情けねえぞこれ。なんだこれ。おい、立てよこの野郎。ただいまの、裁定をお知らせします。赤選手、ダウン後なんですが、追撃で反則、ダメージを負わせる反則を犯しました。青コーナーの選手、今目が開かない状態で試合続行不可能ということで、試合裁定は赤コーナー選手の反則負けとなります。ご理解の方よろしくお願いします。立てちゃうのそれで、ね、おい立てお い, お い, おい立てるじゃねえ。手なんか上げてんじゃねえや。うるせえバカ。おい、危ねえぞこの野郎。危ねえぞこの野郎、てめえ埼玉で。おい、この野郎。おい、てめえ。てめえ、この野郎。おい、こら。おい、おめえ、どこで何やってかかってんだろ、おめえら、この野郎。おい、や。早くしろ。じゃあ来いって。来いくん、反則者や。来いや、カース。来いくん、早くしろ。反則雑魚がや。来いや。エクシアを大きくしていきたいなと思ってます。エクシアはこれからも戦っていきます。家を建てるならオリマルホーム、家を買うならオリマルホーム、家のことならオリマルホーム、オリマルホームに相談しよう。高立地多数ございます。いけるぞ、ユーダマシチュラダ。ファーストコンタクト大事だよ、ビニ。詰めろ詰めろ詰めろ、いけるよ、殺せ殺せ。詰めろ詰めろ詰めろ。じゃあじゃあ行くぞ、じゃあじゃあ行くぞ。ガードガード、シャイエロー。
アイス、アイス、オッケー、いいよ、いいよ、いいよ。おい、おい、おもれるぞ、おい。出て、ケリーだ。ガード、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 おい、ナイス。おい、フラッシュ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 、マイナー75.3 kg はい、ギャレケ行くぞ、大学くらい見せろ、考えるな、考えるな、これ当てる前でかいっかい、強いの当てろ、行け、シャー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 ジャッジ白川、赤金城ジャッジ宮田、赤金城ジャッジの差よっしゃー勝者キーキー悔しいな、イラつくわ。さあ、ラストはトロを決まり川上美優ボールタイガーレオンの結局です。ボールタイガーレオンの結局です。タイガーよし行ったー、行ったー、タイガー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 、天国プレゼンツブレイキングダウン10第18試合、青コーナーより川上ブルーの選手の入場です。ブレイキングダウン10プレゼンツ、ブルーのビビんなよ、おめえも倒したれ、おお、そうそう、倒せブルー、倒してダサイがいけ、ぶち殺せ、よいしょー、いけいけいけ、皆さん、こんにちは、ヤマです。まず、ちょっと公の場で発言するの初めてなんで、ちょっとここから言わせてもらうんですけど、みくるさん、この前試合ありがとうございました。今回は本当、自分たちは、格闘技でやったら多分勝てないなと思って、もう前に前に気持ちで戦えってことを、事前にアドバイスしました。本当に今日勝ったのはみんなの気持ちの強さだと思うんで、次の大阪絶対勝つと思います。以上です。はい、富澤大地です。今日は僕も試合を控えてるんですけど、まず、大宮の声援ありがとうございました。本当に、
大宮の選手みんな気持ち強くてすごいいい選手ばっかりで、ただちょっといくだけアメガさんが今回ルールをちょっと破ってしまうようなことがあったんですけど、チームみんなでもうこういったことがないように、徹底していくので、どうか、これからチーム大宮が大阪と戦うのを応援してくれたら嬉しいです。今日はありがとうございます。大丈夫、しょうがない、1分しかないんだ。あんな実力じゃないよ。なあ、この24時間の中で1日だから、1日はないからな、1分の間しかないわけ。そんなんしょうがないことやろ、だけど運営もあるし。だから、まあ昨日もようだけど、フラッシュダウンとランプが、ビリノは間違いなく欲しい選手なかったし、完全にフラッシュダウンやけど、相手の間取られんかったけど、ビリノは取られてた。タイミングだよな。それもやっぱその時の運やから。大丈夫、大丈夫。さっといけない、絶対。大丈夫。みんなに会いに来るよ。まあ、向こうのやっぱホームっていうのもでかいっすね。埼玉で、向こう埼玉も有名じゃないですか。だからやっぱホームに試合するって声援もいっぱいあるし、力にもなると思うし。まあ、それであと時の運でね、全部でみんな負けたやろなって感じですね。そこを覆せるぐらいの力もね、そうでしょ。乾杯して乾杯してもうなんとかですね。いや、いいです、しょうがないです。今日は思ってなかった、みんなフラッシュしてるから。フラッシュだからね、運悪いですから。まあ、プロでもないし、そんなフラッシュするなんていうわけにもいかんし、殴り合いでやっぱ盛り上げようとみんな思ってますから。もっと見てほしかったですね。でもね、林さんもっと強いから。強かったですね。まあ、林さんのいいとこを潰す感じで来てましたね。やっぱ大きくバーッと飛んだりとかして状態を起こして、林さん戻るまで攻撃してきたりとか、1分間にかけてましたね。こんなへこんでも意味ないです。次失敗するのに気をつけてないですから。こんなへこんでますけど、飛び台に負けたときもっとへこんでました。まあ、やばかったですよ。トレンド乗りました。大丈夫ですか。いや、どうぞ。次勝てば大丈夫です。はい。でも次勝つしか戻らないです。周りに言われるんですよ、どうせ。地元ってあれですよね。勝ったら英雄なんて、負けたらもうクソのように言われるじゃないですか。まあまあ、すごい、SNS とかでもすごい多分言われるんで。だからまあ、あれですよ。でも、この場に来れたことが、まあ、それじゃないと思うんで。それを掴むか掴まなかった。掴まなかったんですよ。まだ次のチャンスね。掴むからね。恥ずかしい。ありがとうございました。一番びっくりしたのがブルーノが頑張ったこと。俺ぐらい触ると思ったから。しかもめちゃくちゃ痛かったの。いや痛いんですよ、マジで。そうそう。絶対負けたくなかったし。まあでも格闘技相手やってますからね、もちろん。いやいや、ほんまにあれですよ。格闘技何年もやっとるやつとマジでいい勝負してるんで大丈夫。絶対どんな形であるのがやり返していきますよ。大丈夫。あ、今散らばってますね。散らばってる。なんかみんなでちょっとメタの味をする。あ、ちょっと待って。まあちょっとマジで申し訳ない。いや、大丈夫です。おめでとうございます。言ったじゃないですか。繰り返し。だから出馬票なんてのはそんなもんなんすよ。あざっす。どうでしょう、緊張がったっすか。まあそうですね、まあ想定内って感じで当たり前っすね。ガードしたんで。そうですね、前回ガードしなかったっすね。はい、ガードが大事なんで。いつも通りの喧嘩って感じですか。いつも通りの喧嘩はノーガードっす。
改良型。最後の大阪喧嘩自慢と相対しましたけど、印象どうですか？そうっすね、まあ、やっぱり勢いが違いますね、他とは。面白いんじゃないかなって。で、結構大阪チームの中でも強いって言われてるんで、またこう SNS とか下馬評は、まあ下ミシュランでショックになると思うんですけど。いいですね、大好きです。ひっくり返しますか？もちろん。大阪、まあ、11の大阪戦に向けてちょっと意気込みみたいなのして。意気込み、まあ、ガードの練習しときます。絶対 TKO を取れると思ってたんで、でもなかなか倒れてくれなくて、まあ、結局1分持たしちゃってたんで、ちょっと僕はそれが悔いが残ってます、ね、まあ強かったんじゃないですかね。ただ、まあ、僕がやりたいことをさせなかったっていう感じだと思うんで、そうだな、まあ見た目よりは良かったですね、やるやつだったです。次回、はい、もう大阪トムっていうのが現実的になりましたけど、はい、どうでしょうか？いや、もうシェンロンとバチバチできると思うんで、本当に楽しみでしょうね。やっとっす、マジで。もうこの喧嘩自慢始まる時からバンダムになったら一緒にできんじゃねえかと思ってて、それでここまで来たんで、やっと目的が叶います。今の感じはですね、もう単純に個人戦じゃなくてもうチーム戦なんで、やっぱりルールは守んないといけなくて、すごい反省してますね。でもなんか本当に真っ白になっちゃうんですよ。本当になんかちっちゃい頃からなんか食わないと壊れちゃう世界で生きてるんで、やっぱ真っ白になっちゃってやっちゃうんですよね。ダメなとこっすね。強かったっすね。はい、思ったよりパンチもあって、ぶっちゃけ初めて聞かされたんで、まあでも勝ち切れてよかったっすね。大阪でもめちゃくちゃ元気な子いっぱいなんで、バチバチの殴り合い多分できると思うんで、きっちりパンチで殴り合って、まあまた大宮が勝って日本一になるところみんなに見せたいですね。まあでも代表はなんかちょっとやっぱもう出れないっぽいんで、まあ普通にオーディション行ってちょっと11位で自分ちょっと試合組んでほしいなと思ってるんで、まあ、俺ら金森兄弟で強いんで、もう体調も万全なんで、もう何一つ問題なくもうバチバチの喧嘩できるんで、ぜひ組んでもらえたら面白いと思います、ね、11はもう金森兄弟で盛り上げちゃうんでぜひお願いしたいですね。まだみんな俺らが負けてるとこ見たことないんで、もう倒しきれると思ったんですけど、まあその KO で沈められなかったら悔しいですね。やっぱ爪が甘かったです。ナシさん、今回 KO できなかったですけど、俺ナシさんのことをリスペクトも込めてぶっ倒したいと思うんで、ちゃんと沈む準備しておいてください。お願いします。やっぱ大宮のメンバーの人たちが勝ってくれたんで、やっぱ監督としては絶対負けられないですよね。だからしかもやっぱ大宮の人たちの何がいいって、みんなこう KO で終わらせに行くじゃないですか。あれはもう僕らが監督である以上はああいう戦い方をしてほしいし、僕らもしなくちゃいけないんで、だから背中で見せたらいいなと思って戦ってたんで、みんなのおかげで勝てましたね。結構富澤さん、いろんな相手選手分析されたりとかして対策をちょっと細かくちゃんとレクチャーされてるように見受けられたんですけど、はい、なんかどういう思いがあってやれられたの？まあ、やっぱ勝たせたいですよね。やっぱやる以上はその勝負だし、勝ち負けがつく以上勝たせたいっていうのもあるし、でもなんか勝ちにこだわりすぎて負けを怖がる戦い方をしちゃうとつまんないんで、僕が言ってるのは本当ワンポイントだけなんで、それだけ気をつけてくださいっていうのを言ってるだけなんで、あとはもう選手の人たちが自分で面白くしようと思って戦ってくれてるんで、僕らも別に大したことはしてないですね。でも結構金城さんのあの奇跡というか、はい、富澤さんのこうアドバイスが大きかったのかなっていう。あれは金城の奇跡です、はい、もう名付けてもらって大丈夫です、はい、金城の奇跡ですね。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。
ブルーだ、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 ブルーブルーだ、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 こんな感じで初交わせになると思ってなかった。ブレイキングダウンは一緒に盛り上げてくれる企業様を募集中です。豊富なスポンサーメニューを用意してますので、まずは資料からでもご気軽に概要欄からお問い合わせください。ブレイキングダウン10は剣獄のほか、メテオ、エクシア、オニマルホーム、その他ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。